楽々ミクロマクロ経済学入門、計算問題編として、本日は、複数のコブ・ダグラス型、向量関数以外の、を応用してですね、計算問題を行っていくという作業を行っていきます。本日は、まあ、新傾向の問題なので未収録のため、PDF にて、配布していますので、まあ、下から持っていってください。この問題です。まあ至って、普通の問題です。すで、に、このようにですね、予算制約式というものが与えられていて、向量関数が与えられていて、しかも、最適消費量を見つけなさいと、至ってスタンダードな問題なんですけれども、まあ一つポイントになるのは一個もコブ・ダグラス型がないということなんですよね。ですからコブ・ダグラス型でないので、微分してゼロという形か、もしくは、加重限界向量均等の法則を使うという、どちらかの形になります。まあこれが、まあ、一般職の問題としては、最近の新傾向の問題という形になっていると思います。早速やっていくことにいたしましょう。まず第一の作業として、すで、に予算制約式が与えられていますので、ここの整理をしていって、それから、まあ、自分の 方向性を見つけていくという形になっていくと思います。まず1番目、予算制約式です。まあ、予算制約式もしくは予算式ですね。それは、所得イコール X 財1個の値段かける X 財の数量足す Y 財1個の値段かける Y 財の数量ということになりますので、これをそのまま数字を当てはめていくだけです。そうすると50イコール 2X プラス 4Y という形になります。両辺を2で割り算して、25イコールX プラス 2Y と、まあ、こんな形でやっていくもいいですし、まあ後でこれをですね、ぶち込んで微分して0というパターンも置くので、こういうふうな形にもしておきましょう。X イコール25マイナス 2Y という形でもこのように、まあ、抑えることができるわけです。で、まず第一に予算制約式を整理をします。で、まずあからここで片付けていきます。あに関しては見ても分かるように、コブ・ダグラス型でない形で登場しています。ですからコブ・ダグラス型でないので、まあこちらで、まあ、微分してゼロなのか、もしくは、限界向量均等の法則を使うんですけれども、パッとちょっとちらっと見ると2で貨幣の限界向量を聞く問題があるんですよね。ということは基本的には多分この問題は、限界向量均等の法則を使いなさいということを多分指示しているんだと思います。なぜかというと結局ここで使わなきゃならないっていうことになるので、まあ、一応あでは2つやりますけれども、そのことをまあ踏まえておくと良いと思います。まあ、それは試験会場で、まあ、皆さん方の判断にお任せします。あに関してはまあ、2つのやり方があって、まず1つ目が微分して0というパターンで解くとします。0とするという、これで解いていくと、まあ、こんな形になりますよということです。まず、向量関数が、U イコール X かっこ 2Y プラス5なので、U イコール X かっこ 2Y プラス5なので、ここの X という数字に、この X という数字に上の予算制約式をぶち込んで、それを展開して微分して0という形にすればいいですよね。ですから X にここに予算制約式をまずぶち込みます。略して予算式というふうに書いておきますね。予算式を代入します。ですから 25-2y なので 2y プラス5という形になるはずです。展開して 50y プ
プラス125マイナス 4y2 乗マイナス 10y という形になります。整理をして 40y プラス125マイナス 4y2 乗という形になります。これを次の段階で微分して0とするというパターンになりますので、微分して0とすると 40y プラス125マイナス 4y2 乗、これを微分します。 y で微分します。そうすると肩の数字が前に出して、肩の数字から1を引きます。40、125は消えます。マイナス 4y2 乗というのは肩の数字を前に掛け算して肩の数字から1を引きます。ですからマイナス 8y、 これが0だということを言っています。したがって y イコール5が出ますので、 y イコール5が出るとそれを、どっかに代入してください。 y イコール5を代入してください。そうすると x イコール15が出ます。x が15、y が5という形でこれが回答になります。ですね、これが回答になりますので、15と5なので、この段階で a は間違いであるということが判別するわけです。ですね、こんな形でこれが微分して0というパターンで、それぞれの x と y の、このように x と、これ逆になってますけど、x と y の消費量を出すというパターンです。で、一応同じように、皆さん方はどっちかを選択するわけですけども、試験会場で、A に関しては2番目として、限界効用均等の法則を使うという パターンに関してもちょっとこれを説明しておきます。限界効用均等の法則を使うという パターンだと、効用最大において x の価格と x の限界効用、イコール y の価格、y の限界効用、でこんな式ができて、この式の中に当てはめれば良いということになります。で、厄介なのはここだけです。 x の限界効用と y の限界効用というそれぞれを出す必要っていうのがあります。では、ここをパッと計算してしまいましょう。効用関数が u イコール x 2x プラス5なので、これを展開 しておきます。効用関数が u イコール、x かっこ 2y プラス5なので、括弧を外して 2xy プラス 5x になっているはずです。ですからこれをそれぞれ x の限界効用、そして y 剤の限界効用っていうのはそれぞれの形で微分をすればよいわけです。まず 2xy プラス 5x、 これを x の限界効用というふうに言った場合に、x で微分をするので、こことここを微分するという形になります。したがって、ここは肩の数字が1で、肩の数字を前に掛け算して、ここは、1になっちゃいますから、2y です。プラス、肩の数字を前に掛け算して、肩の数字から1を引きます。x の0乗というのは1ということなので、5という形になります。こんな形ですね。次です。y 剤の限界効用です。y 剤の限界効用っていうのは同じようにこの効用関数を今度は y で微分してください。ですから 2x
xy プラス 5x という中で、これを y で微分するので、 y はここだけです。ですからここを微分して肩の数字を前に掛け算して肩の数字から1を引きますから1になりますから 2x という形になります。こうですね。そしてここは y がないので、これは数値と同じように扱うということなので、ここはなくなります。 y がないですよね。ですからそれぞれ、x の限界公用と y の限界公用というのをそれぞれ出して、そして改めてここでこの中の式に当てはめていくと、こんな形になるわけです。上の式に当てはめると、 x の価格が2、 x 座の限界公用が 2y プラス5です、イコール y 座の価格が 4、 y 座の限界公用が 2x という形に、このようになります。でこんな形になりますので、あとはこれをたすきがけにできるので、たすきがけにして計算式を求めていきます。そうすると 4 括弧 2y プラス5イコール掛け算して、今度はこっちのところですね、掛け算して 4x という形になります。展開してこれは 8y プラス20イコール 4x という形になります。こんな形になりますよね。ですから、まあ、この形が1本できたので、今度はこれともう一つ、予算制約式というものを上から持っていってください。予算制約式はここに25、イコール x プラス 2y という形で予算制約式の方が出ています、まあ、もしくは下の方でもいいですよ。 x イコール25マイナス 2y というのがあります。ですから予算制約式を上から持っていくと x イコール下の方を持ってきましたね、 25-2y という、これが予算制約式なので、略して予算式と書いておきますね。この2つの連立方程式によって、それぞれ x と y を出していくということです。これによって x が15 y が5という形でこのように出ます。ですから、加重限界公用均等の法則を使ってもやはり x が15、この連立方程式はまあ皆さん方で解いておいてくださいね、x は15と y が5という形でこのように出てくるので、改めて、まあ、答えは同じになりますよ。どっちかを使っても答えは同じになるんですけども、改めてあは間違いであるということが、ここでまあ判明するわけです。でですね、次にe に関してやっていきましょう。 e です。 e は今度なかなか紙が結構たくさん使うことになりますね、今日はね。e に関して言うと u イコール x2y プラス5、まあ、上と同じなんですよね。上と同じように、さすがにこの辺はあの違うものや時間がないということは、この試験担当者作文者も分かっているんですけれども、あの、今度は公用関数で貨幣の限界公用を求めなさいという形が出ています。いいです。貨幣の限界公用、で、貨幣の限界公用っていうのは、あの貨幣1円あたりの限界公用、1円あたりの限界公用というふうにも言うんですけれども、それは何かっていうと、今ここで皆さん方はこれを使ったじゃないですか。でこれは限界公用を1個の値段で割り算しているから、これ結局1円あたりの限界公用というふうに言い換えることってできますよね。つまり貨幣の限界公用っていうのは、まあどっちでもいいので、これを出せっていうことを言っているんです。ですから
貨幣の限界効用、例えば先ほどの限界効用均等の法則で使った X の価格、 X の限界効用だとすると、これに数字を当てはめれば良いということになるわけです。ですからこれは先ほどどうやって出しました、ここに出しましたね、これは2分の 2y プラス5であるというふうに出ました。ですからこれは2分の 2y プラス5という形になっています。で y はいくつって出たかっていうと、先ほど y は5であるっていうふうに出ました。ですからここに y に5を代入すればよいわけです。ここに y に5を代入するということなので、2分のこれは15になります。したがって貨幣の限界効用は 7.5 という形でこのように答えが出ます。したがって E はこれは丸です。 E は 7.5 ですって書いてあるので、 E は正しいということになる、はずです。続いて U です。 U これはね、何か初めて見たっていう方は多分実は少ないはずなんですね。 U はこんな形で出ています。 U イコール min かっこ x3y という形で出ています。でこれなんかどっかで見たなっていうふうな思うはずですけど、これねマクロ経済学のハロット・ドーマーのところでやったっていうのをちょっと思い出してください。そうすると、あの生産関数かっていうふうに思いましたよね。で min というのはどういうふうに扱ったのかっていうと、どちらか小さい方、ミニマムっていうふうにどちらか小さい方が出るんですよっていう話をしました。あれを思い出してみるとこんなことが言えている。 x と y というものがあって、公用関数がこんな感じになっているということですね。無差別曲線がこんな形になっているということは、例えばここが選ばれるっていうのは x 剤を例えば右手の手袋、Y 剤を左手の手袋っていうふうに置いた場合に、右手の手袋が100個あっても200個あっても、 Y 剤 Y つまり、右手の手袋がたくさんあっても左手の手袋が1個しかなかったら1個しかこれは採用されないんですよね。例えば X がいくつあってもダメなんです。Y が1個しかない場合は1対1というふうに必ずそれが対になって初めて財をなすということなんですね。ですからここでやっていることは何かっていうと、どちらか小さい方が採用されるということが言えている。それがそのコブ・ダグラス、それがですね以前そのハロット・ドーマーで行ったやり方ですよね。であれを思い出すと分かるように、右手の手袋と左手の手袋っていうのは必ず同数あって、初めてそれを財となすということである。つまり U のこの min というのは何かっていうと、 X とこの 3y というこれが同数なんですよ、つまりイコールなんですよという、こういった意味になっているということが読み取れれば、もう試験会場でそれが読み取れればもうそれで完璧です。ですから x イコール 3y ですよね。なんだと思いますよね。そうすると x イコール 3y なので、これを要するに予算制約式に代入しちゃえば答えが出るということです。予算制約式に、代入します。そうすると予算制約式が、25イコール x プラス 2y なので、ここに代入しますね。 x に 3y ここにぶち込みましょう。ここに入れて、そうすると
25イコール 3y プラス 25y なので、25イコール 5y になるので y イコール5です。 y イコール5が出るので、これをこちら側に当てはめると x イコール15が出ますね。こんな形、なんかめちゃくちゃ簡単に出ましたよね。そうなんです、あの意味さえ分かればすごく簡単に出る。 x イコール15で y イコール5が出ます。したがって x イコール 15y イコール5なので、これやっぱりうもこれも正解であるというふうに読むことができます。最後、最後は絵です。え、向量関数が u イコール x プラス 3y であればというふうに出ています。これちょっと厄介ですね。この形、これ一体何を言わんとしているのかというのも、これもね、やはりその試験会場でその読み取る必要っていうのがあるんですね。で、ちょっと持ってきます。絵に関して、これ一体何を言ってるのか。絵です。u イコール x プラス 3y。これね、皆さん方どっかでこれを見たことがあるんですね。つまり、まあ、ここに肩のここに省略されても1ですよね。ですから1個の値段かける数量足す1個の値段かける数量、あれこれ予算制約式と同じじゃないっていうふうに、ここなんです。ここが気づけば大丈夫。予算制約式と形状が同じである。同じ形状であるということは、これは何を言ってるかというと、右下がりの直線になっているんです。この向量関数は右下がりの直線で書かれているということは、右下がりの直線で描かれているってことは、まあ、こんな状況なんですよね。こんな状況で、これが向量関数で、そして予算制約式もやっぱり x と y があったとすると、まあ、こんな状況なんですよ。こんな状況、これどうやって答えを見つけるんだと思いますよね。つまり答えはどこにあるのかっていうと、実は右下がりの直線同士だと答えはこういったところにしかないんです。こういったところ、こういったところでしかない。つまりこの縦軸だとか横軸にこういうようにぶつかっているところ、ここしか、要するに、最適消費量というもの、要するに最適消費点というものが見つけられないということが言えているわけです。で、ここでもう一つの作業をちょっと行っていきます。予算制約式を持ってきましょう。予算制約式というのは x ちょっと略して予算式と書いてますね。予算式は x プラス 2y イコール25という形になっています。ですからここで傾きというのは py 分の px になるので、傾きはこの前の数字1と2という、ここの数字がこの傾きということになります。したがって傾きは2分の1というのが、これが予算制約線の傾きです。そして向量関数の傾きというのは同じように見ると3と1なので、向量関数の傾きは3分の1という形になっているはずです。つまりここでどんなことを考えるのか、想定するのかっていう、まあ、あのここまでやる人もいないかもしれないんだけども、試験会場でどんなことを言っているのかっていうと、ここで向量関数の方が傾きがなだらかであるっていうふうに読むんですね。
向陽関数の方が数値が小さいので傾きがなだらかである。とすると、まあここでこんなことが言えている。向陽関数が このですね、向陽関数の方が例えばなだらかであれば、接点はここに来るはずです。接点はこの y 軸との、y 軸とのここの中にぶつかっているところに交点に来るであろうし、もし向陽関数の方が急であれば、多分この x 軸とのぶつかっているところにコーナー解、つまり最適解が来るはずであるということをちょっと試験会場でちらっとこう考える必要っていうのは実はあるんですね。ですからこの問題で言っているのは、向陽関数の方が3分の1というふうになだらかな、傾きがなだらかなので、答えはここにある、ここにある、こういったところにある、 y 軸との、ぶつかっているところにあるというふうに読むわけです。ということはここで答えは x と y というものがそれぞれいくつ買うのかっていうと、 x の方が0個なんですね。ですから x は0なんです。そして、ね、y の方がいくつか購入するっていう、こういうふうに x が0個しか買わないという、ここを読み取るんです。で、ここを読み取ってこの問題は実はこれだけなんですね。つまり何を言わんとしているかっていうと、 x イコール0という数字を x イコール0という数字を予算制約式にぶち込めば、実はこの問題はおしまいということなんですね。ですから、片付けていくと x プラス 2y が25、これが予算制約式です。ですから x イコール0を代入して 2y イコール25なので y イコール 12.5、 したがって 12.5 なので、したがって x が0、 y が 12.5、 これが要するにコーナー解というように、こういうような、こういう位置、こういう場所に、要するに最適消費点が来るような場合の答えの求め方ということになります。したがって x は0、 y が 12.5、 答えを見るとこれ間違ってますね。したがって a も間違い、答えは、イとウのみになります。したがって4が正解。最近の問題としては結構でかい問題がこういうふうに出てくる場合があるので、まあ練習を積んでおけば良いと思います。頑張ってください。